どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今日は絶尊敬杯の編成解説やっていこうと思います。今回のランキングダンジョンは、まず編成難易度が壊滅級のダンジョンで、まあ、ダンジョン自体も超難しいです。その上で落ち込んでいくっていうね、もう意味がわかんないダンジョンですね。まず、中級者ぐらいまでの方はもう今回スルーしていいレベルで、もう正直言ってクソランなんですね。王冠も取りづらいですし、編成難易度も高くなりがちなので、もう基本的に無理はしなくて OK です。今回はとりあえず 0.1% を狙える落ち込ん編成をね、たくさん紹介していこうと思っています。はい、とりあえずまあ現在3パターンくらい紹介できるかなと思ってるんでね、まあ実際に紹介していこうと思います。はい、まずはですね、一番ね楽に組めるゼロスを使った編成紹介していきます。はい、じゃあやっていこうと思います。いきましょう。まず一番個人的に簡単な編成ですね。はい、まずこの編成に関してはアルテミスとラファエルを使って一生コンボを組んでいきます。はい、でなおかつ加点を取っていくことによっていっぱいボーナス点を取ってスコアを伸ばしていくって感じですね。なおかつその上で落ち込むんで欲しいので、まあ、加点取りながら落ち込むゲームですね。でパズル速度は速ければ速いほど良しですね。ただこの編成指プラスバッジ、パズパスバッジつけてるんですけど、それでも指結構短いんで、まあ、正直組めれば比較的スコア出るって感じですね。うん、半減食らう前で10秒ぐらいかな。で半減食らった後で多分5秒なので、まあ、言うてね、指短いおかげで逆に楽かなと思います。1階層は普通にゼロス打ってコンボしていきます。で、2階層は L 字消し忘れないでください。L 字組まないと3階層がめんどくなるので、2階層は L 字消しで突破していきます。で、3階層はここでゼロス打ちます。で、メナー打ってあげて無効貫通ですね。で、キドロップが、12個。あれば確定突破できます。キドロップが9個の場合は落ち込んでキドロップ呼ぶ必要があります。今回盤面にキドロップ4個あったので安定を取ってこんな感じでコンボ組んでますね。パズル自体見てもらったから通りめちゃめちゃ遅いんで、正直パズル遅くても落ち込んと加点取れれば、特に加点が取れればなんとかなるって感じですね。はい、こんな感じで消していきます。ここは先メナー打ってもらって無効貫強いのキー残してあげてもいいし、もしくは先にゼロス打ってあげてキドロップ生成してあげても OK で、3階層は50にお願いします。で、無効貫だけ必ず組んでくださいね。で、4階層はメノアからのゼロスですね。はい。ここに関してはもうどうせゼロス使ったところで盤面難しくなるだけなんで、もう先にね、メノア打っちゃって倒していきます。はい。ちょっとパズル遅いですけどね、ちゃんと加点だけ取ってあげて、こんな感じで突破していきます。はい。12コンボ。で、ガドブルも取れて、これで突破していきます。で、続きまして5階層ですね。5階層もメノアからのゼロス打っていきます。でまあ、今回落ち込んきてるんでタイムかなり遅いんでマイナスになりそうなんですけど、全然マイナスになってもコンボ出てればスコア出ます。はい、なのでそんなタイマー気にしなくて OK。 ただ早いパズルは大事なんで、できれば早いパズルをしてほしいです。はい、ここも普通に8コンボ9コンボ10コンボ11コンボ12コンボ13コンボ10コンボめっちゃしてやばい、15コンボして突破していきます。はい、ここね闇で突破していってます。闇3セット10シーで OK です。で次6階層ですね。他はメナーを打って自力パズルです。闇吸収が来た場合はリタイアしてください。はい。で、あとはあれですね。マリセリスも打ってあげて、キスナドロップ回復していきます。はい。で、こんな感じで突破していきます。指は離したらいいですね。どうせ落ち込んくるかもしれないんで、指は離しちゃって OK です。で、今回、どっかの階層でゼロス使い忘れたんで、ここで打ってますが、ゼロス本来はもっと早打ちに打ってください。落ち込んこなかったらリタイアするのダンジョンなんでね。ここゼロスちゃんもったいないんで、もっと早く打ってくださいね。ここ4階層離されてたん。はい、で、ボスに関しては、シルビ使って、決めな打ちます。で、盤面平積みで OK。ここもちろんね、ゼロスもいいんですが、まあ、こっちの方が組みやすいかなってことで、シルビにしました。そちらでも OK です。はい。で、この16コンボで倒していきます。はい。でですね、こんな感じでスコアを出してあげると、スコアを見ていきましょう。はい、これでだいたい83,206点ぐらい出てますね。こんな感じでスコアを出すことができます。はい、パズル遅くとも落ち込んでれば大丈夫です。はい、続きまして、角土ラージャンですね。はい、今回ね、この編成紹介する予定なかったんですが、そう、まだ立ち回り取れてないから、ただね、ちょっとね、あまりにも編成難易度高いやつしかなかったんで、こちらも紹介しておきます。はい。とは言ってもですね、この編成は、流行りのラファエルを使わないだけで、結局編成難易度は高いです。見てもらったから通りね。そう。だから、どっちみち、もう今回のランダンは、もうどの編成使っても
基本的に編成難易度高くなると思ってください。 0.1 パー取ろうと思えば。でこの編成はでも大体王冠狙いで本当に7万点超える使うぐらいは出せますが、落ち込みめっちゃならないと8万点超えません。まあ落ち込みゲーなんでね仕方ないんですが、これはかなり落ち込みならないとスコア出ないので 0.1 パー狙いじゃなくて王冠狙い編成だと思ってください。まあ編成はねもう PDC の通りです。組んでもらえれば OK で、立ち回りも PDC の通りやってもらえれば OK です。はい、逆にこちらの編成組んでもし挑戦できる方はね、結果報告の方を教えていただければね、すごく助かるのでコメント欄にてお待ちしております。という感じのね王冠狙いの編成でした。一応紹介しておきました。じゃあ最後ですね、なたまめくんが作ってくれた編成紹介して終わろうと思います。いきましょう。はい、じゃあ続きまして、なたまめくん編成紹介していこうと思います。今回は、もう編成難易度過去最高級に高いと思います。はい、もうマジでね、ガチ勢向けって感じですね。はい。で、こちらの編成に関しては、もう本当に組める人が少ないと思うんで、もうほぼ参考になるとは思ってません。一応もうなんかおまけみたいな感じで紹介しておきます。はい。理論上9万点ぐらいは普通に出るらしいので、全然ね、落ち込んゲーらしいですが、結構このリプレイなんかね、グダグダだったらしいからね。一応見てみようかって感じで、はい。で、1階層普通にね、2ウェイ組みながら削ってあげて、2階層も L 字組みながら突破していきます。 L 字と木の複数コンボで倒せるかな。3階層ですね。はい、ここは木の4ゲシ含む10コンボで倒していきます。ただこれちゃんとね、あの6色消しもしなきゃダメだから、パズルめちゃめちゃ難しいんで、はい、こんな感じで組んであげた上で落ち込む必要があると。はい、これで突破していきます。で本当にウェイ含む10個も落ちだとギリギリ倒せないんで、今みたいに木の3ゲシとかが必要になりますね。4、3とかの10個まで倒せます。で4階層ですね。はい、ここでフレンドに継承してる盤面ロック使ってあげます。はい、ゼロス使ってから盤面ロック使ってあげて突破していきます。3階層をコンボで突破することによって加点とかもバンバン取っていけるって感じだね。はい、あと無効貫通組めなくていいんでね、パズルが楽になるって感じで、ここからもう落ち込み呼べるかどうかのゲームですね。本当に落ち込んでいきます。はい、で続きまして5階層ですね。はい、でここに関してもしっかりと火力出していきます。ゼロス打ってあげてパズルしていきましょう。指は結構短いんで、もう本当に組めるだけ組むって感じで、あと落ち込み乗ります。ぽい落ち込んって感じに乗ってください。17C とかこれも最高だね。 15C まあ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 って感じで、闇で倒していくと、水で倒していく、ごめんなさい、水で倒していくと。はい、で6階層、でここに関してもね普通に突破していきます。はい、フレンドにね属性消し目がついてるんで問題なく倒せます。ここはロシェ武器打ってあげてから、花嫁ロシェの武器ですね、打ってあげてからロシェに継承してるゼロス打ってあげて、こんな感じで突破していきます。はい、ちょっと落ち込んが乗ってないからね、やっぱ落ち込んのなきゃダメなんだ本当に。はい、でラストですね。ラストもロシェに継承してるゼロス打って突破していきます。はい、ゼロス打ってあげて突破していこう。こんな感じ、これでしっかりとウェイ組みながら突破していってっていう感じでね、スコアが出る変数になっています。ただ、まあ、まだまだ落ち込んでないんで、もっともっと落ち込んでればねスコア出るんじゃないかなと思います。はい、こんな感じで突破していきます。えそれはとんでもないトラップが最後に待ち受けてた。はい、でもこれで8万4000点くらい出てます今ので。落ち込み全く乗ってなくてこれなんで、もっともっと乗ればバンバンスコア出ると思います。そんな感じの編成でした。はい、ということで今回はランキングダンジョン絶尊剣杯の編成解説でした。あのマジでクソゲーなんですけど、挑戦する人は頑張ってみてください。じゃあチャンネル登録高評価お願いします。もっとまともな編成は明日以降紹介していきます。バイバイ。